え本編の、えー、セッションをこちらから始めてまいりたいと思います。まずアジェンダとなります。えー、4つほどあります。えー、最初にですね、えー、オ l ラクルクラウドネイティブ分野の外観というところをですね、えー、ご説明させていただきます。あの自己紹介申し遅れました、私、日本オ a ラクルの田中隆三郎と申しまして、えー、この最初のパート、私のほうで、えー、頭出し的にですね、ご紹介させていただこうと思います。 でその後にですね、えー、本編の内容として、本日、えー、株式会社アップルシートの川端様にいらっしゃってですね、えー、いかなくですね、こう語っていただくという形で、あの非常にあの持ち帰りの多いセッションになるんではないかと、私の方も非常にワクワクしておりますので、えー、皆様あ、こちらの方、いろんなものを持って帰っていただければと思います。で3番目にですね、先ほどご説明した Q&A の話ですね、えー、こちらの方ご対応させていただきます。 そして最後にですね、お知らせとクロージングという形で進めてまいりますので、最後までよろしくお願いいたします。では、本編、入ってまいります。オラクルクラウドネイティブ分野の外観というところで、少しご説明させてください。で、こちらの1枚でですね、そのオラクルのクラウドネイティブとか、開発系と言われるようなソリューションの特徴を表しています。これ、サブタイトルにある通りですね、主に3つのことを 表現しておりますこれ、真ん中にあるです、ね、開発運用の全領域をカバーというのがありまして、これ、周りにです、ね、5つありますよね。アプリケーション実行基盤、CICD インフラ運用自動化、コンテナサーバーレス API 管理、データ管理、オブザーバビリティマネジメント、メッセージングというのがありまして、こういうです、ね、フェーズに分けたときに、これらのすべての開発とか運用で必要とされるような段階にです、ね、必要とされるソリューションというものをご提供していると。 というのがオラクルのこの分野の特徴です、まあ。いろんなアイコンがあるので、それがイメージとして分かっていただけると思うんですけれども、これが一つ目の特徴です。で、二つ目の特徴としてはですね、これ左右にいますよね。既存オンプレミスユーザーと新規クラウドユーザー、この両者をサポートするというところで、まあ、既存の方はですね、オラクルデータベースとかウェブロジックを以前から使っていただいているお客様、これらの方々が、オシア以上クラウド、クラウドネイティブのテクノロジーも使っていただける いうところと、あとは全く今までオラクルと関係が持ててなかったユーザー多分ですね、こちらの方々もご提供できるソリューションがいろいろあるというようなところですね。あと3番目、開発者向け DB ソリューションという意味では、こちらにイラストありますけれども、オラクルのです、ね、統合型データベースのコンセプト、これ JSON データベースなんてもあったりしますし、えー、複数のデータベースインスタンスを一つのプラットフォーム上に置、えー、いてですね、えー、マイクロサービス、 設計のアプリケーションに適したような形で提供したりとか、あとはトランザクションマネージャーですね、分散トランザクション処理を可能にするようなモジュール、こうしたものをご提供したこういったところの特徴があるという前提で、あともう一つ、少し角度は変わるんですけれども、オープン標準であるということと、クラウドオンプレミスの量環境を同一のテクノロジーでカバーするというところも特徴となっております。こちら真ん中にですね、Kubernetes をはじめとしたオープンソースのロゴマークが並んでおりますけれども、 あのクラウドネイティブコンピューティングファンデーションで推進するオープンソース群だったりします。そしてこれらをです、ねえー、クラウド上でサービス化したもの、これが OCI のクラウドネイティブサービス群になります。でさらにです、ね、これらのソフトウェアスタックをオラクル l ナックス上でホスティングしてです、ねえー、ホスティングというか、えー、動作させてカバー,あー、サポートするというビジネスも提供しておりますので。 えー、さらにはハードウェア同梱のものもあったりして、ですねオンプレミス側にも同じテクノロジーでカバーしていると、まあ、これ、イラストでも分かるとおり、コンテナンテクノロジーでしたら行ったり来たりもできたりというところですので、この両者をサポートしているというところですね。昨今、他社さんもオンプレミスが拡充しているので、これはですね業界の流れとしてはありますというところで、オラクルは最初からその方針でやっているというのも、えー、特徴としてありますで。このイラストの右側ですね、クラウドサービスの方なんですけれども、それらを1枚のランドスケープで表したものがこちらとなっております。 であのー、たくさんのアイコンが並んでいるのが見えますけれども、分かりやすいように、ですねアプリケーション実行基盤、イ p ア管理サービス関連系、まあ、このようなです、ね、分野に分けて、えー、カテゴライズしておりますで。こちらでお伝えしたいのは、ですねあのたくさんアイコンがあって、まあ、いろんなサービスがあるんだなっていうのが、すでに分かっていただけると思うんですけれども、まあ、他社さんと比べても全く遜色ないレベルで、今となってはラインナップがあるんではないかというのを実は、えー、お伝えしたいところで。 ま正直な話ですね、まあ、例えば3年前ぐらいでしたら、まあ、重要なパズルのピースがされてないといったような状況もおあったんですけれども、さ、ま、っ、あ、今ではですね、全く問題ないレベルで揃っているのでですね、えー、皆様があ、まあ、今お使いでないならばですよ、将来何かお試合上でこうしたテクノロジーを使ってですね、何かを実現しようとされるときにですね、そういう機能があるんじゃないか、あ実はあるんじゃないか、まあ、そんなような目で眺めていただければですね、 必ずや、あそこに、えー、使える、えー、サービス、機能があるんではないかと。まあ、そんなようなあ未来というふうに信じてますので、ぜひですね、えー、頼っていただいて、えー、何一つご活用いただきたいと思っております。そして、えー、今日のところはですね、この後本編の方で、あのー、実際にいろんなお支えのーサービス活用していただいている様子を語っていただくと思ってますけどね。 えー、こちらのアプリケーション実行基盤にあるコンテナインスタンスであったりとか、ステージングのところにある Q であるとか、この管理ツールのところにあるオーチャーレジストリーとか、まあ、このようなものっていうのをですね、えー、実際にお使いいただいている事例なんじゃないかなっていうところで、えー、そうしたところもですね、えー、皆様には、まあ、クラウドネイティブサービスなんだなっていう観点で、えー、聞いていただければと思っております。 ということで、えー、私のほうのセッション、頭出しは終わりとなりまして、これからですね、アップルチートの川端様のほうにご登壇いただきたいと思っております。川端様、準備のほうよろしいでしょうか。大丈夫です。では、発表のほう、えー、始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、では、えーと、タイトルですけども、いただいたとおりですね、えー、OCI でコンテナ活用し、えー、コスト約65%削減と。 えー、ドクセルというですね、サービス運営しておりまして、そちらのですね、移行を行ったというところについて、えー、ご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。で、本日のウェビナーなんですけれども、まあ、大きくいくつかあると思うんですけれども、まあ、一番最初はですね、まあ、あのー、結構ですね、えー、オラクルさんの他のセミナー出させて、あのー、参加させていただいたときに結構エンタープライズ、 の、あの、ユーザーさんが多いかなと思っているので、逆に僕らみたいなですね、ちょっと Web 系からクラウドばっかりずっと使ってきた人から来たよっていうようなところで、どういうところを重視しているのかっていうところをまず入れさせていただくのと、実際の移行どうだったかっていうところ、あとはコスト的にどうだったかっていうところをお話しできればなと思っております。 で、先ほどの図で言うとですね、ちょっとさっきいきなりコピペしたんですけども、この右側のクラウドから始めた人たちとなっております。で、ここでですね、デブオプスですとか、ま、このコンテナインスタンスっていうような自動化を使っていって、ま、実現しましたよというお話になります。 で、えー、自己紹介させていただきます。かばたと申しまして、えっ、ー、と、もともと制作会社で、えー、エンジニアをやってたんですけれども、そこから、まあ、あの、新規事業の立ち上げとかですね、マーケティングの方に移りまして、まあ、その後は結構ですね、えーと、新規事業の立ち上げの現場にずっとおりまして、で、えー、その後会社を作りまして、えー、やっております。で、個人的にはオラクルさんのですね、今回、あの、えー、クラウド使ったんですけど、データベース自体は、ですこの制作会社自体の8 i で、えー 経験が終わっておりまして、全く知りませんと。あとずっとマイエス QL ばっかり触っている人間です。で、えっ、ー、と、弊社はですね、あの、私を中心に非常に小さな会社で、えっ、ー、と、パートナーととも、えー、にですね、新規事業に特化した DX サービス運営というのをやってまして、まあ、半分コンサル、で半分、えー、今回のですね、DX サービスの運営というのをやっております。で、結構、経路がかなり違いまして、コンサルティングの方は、えー、金融のお客様が多くてですね、証券とか銀行とかその保険とか、 えー、いうお客様が多いので、まあ、こういった、あの、まあ、クラウドで言うと、どちらかというと、機関システムの話が大きくて、まあ、2桁億3桁億みたいな話で、どうしていくみたいな大きな話が多いんですけれども、まあ、サービスの方は非常に小回りよくやっておりまして、もうサービス、サーバー一台でどうしていくかとかですね、まあ、よりこの簡単に作っていくのはどうしていくか、みたいなところで、やって、あの、新しい分野にチャレンジしているというものになります。 でやっぱり今生成 AI も大きく動いていますので、えー、当社のサービスこの後ご説明しますけれども、まあいわゆる PDF を使ってどう生成 AI を活用するかみたいなお引き合いもかなり多くなっている状況です。で、まあこの辺で終わりまして、今回移行したサービスというのはこの d o c s e e というサービスでして、まあ何かというとスライドクルーサービスなんですけれども、えー、PowerPoint をウェブ上にアップロードして、まあ技術勉強の、えー、勉強会のこういった資料の共有ですとか、 あとは、あの、裏側でですね、表に出さずに資料を掲載するケースが多いんですけど、人事部門様がですね、会社の採用ピッチ共あの資料を共有したりとか、あとは営業部門が営業資料を共有したりとか、えー、いうサービスが、となっております。まあ、なかなか、あの、社内の全社で導入しているクラウドストレージとかですと、外に出すのがなかなかこう、社内のルール上難しいっていうので、まあ、外に出す専用のサービスとして使っていただいてるというケースが多くなっております。 で数値としてもですね、約3年ぐらいやってるんですけれども、えー、順調に伸びておりまして、今、まあ大きく登録スライド数で言うと2万枚、えー、使っておりましてで、まあ投稿するユーザーさんで7000ぐらいで、見に来るユーザーさんでまあ2、30万ぐらい、30万ぐらいが今安定してきたかなという感じになっております。で、えー、今回ですね、まあ移行した理由となっているんですけれども、 まあ、Google クラウドから OCI になぜ移行したかというと、まあ、やっぱサ,イサービスからですね、3年間経ってきてまして、まあ、利用者もそうですし、まあ、スライド数も非常に増えてきましたので、インフラコストがちょっと目立つようになってきたぞと。で、かつ、えっ、ー、と、円高でコストアップが加速しているので、まあ、ちょっと早めに手を打った方がいいなということで、えー、探すことになりました。で、まあ、あの、その時にやっぱり、 まあまあアーキテクチャの変更とか CDN の活用とかまあ事前確定割引みたいなものもえ結構限界に来ていたのと、法人利用もあるため <laughs>、安ければ何でもいいかというとそうでもないというところで探しておりましたで。ここでですね、具体的なお話になる前に、ああエンタープライズの方もいらっしゃるかなと思うので、こう ウェブ系の人たち、例えば、まあ、スタートアップですとか、あの、個人に近いような人たちがどういう、こう、最近のトレン技術トレンドを見ながらインフラ周りやっているかっていうのを少しちょっと前っぷりとして入れさせていただこうかなと思ってまして、まあ、サーバレスっていうと、昨今ですね、やっぱり、あの、プログラマーだけで完結できるようなサービスがすごい増えてるなって印象を持ってまして、例えばその CDN のレイヤー、エッジで、 ランタイムみたいなものですね。えー、CDN 上で簡単な処理ができるようなものも今すごく普及してきてますし、えー、アプリケーションもですね、マバーセルとかフライア用とか、そのコードを書いて、まあ SDK を叩けば、まあ、あのー、すぐ動くようなもの。 あとはデータベースに関してもこう、いろんなですね、独立したデータベースのみのサービスみたいなのもすごく増えていて、従来のオンプレとかですね、そういった構成とは非常に違うようなえトレンドとなっているかなと思っております。 で、まあ、特になんでかっていうと、やっぱり、あの、新規事業を立ち上げる、あの、IT とかですね、いろいろ SSAI もそうですけども、いろんなことを新しく立ち上げようっていう流れがすごく多くなっているので、そういった中で、まあ、検証して柔軟に方向転換する必要があるとなると、まあ、インフラ構築になかなか、え、ステップというか、コースを割いてられない。 今日開発して明日リリースしたいみたいなんですね。そういうタイムスケジュール。そしてリリースして3日経ったら一旦閉じてもう一回考えるみたいなんですね。そういうスペースでスピード感でやっていく中で、こう、コードを書くエンジニアが管理外面にポチポチしてドメインを割り当てたらもうサービススタートできますよというようなスピード感で、いわゆるまあエンタープライズで言うと POC ですよね。POC でドキュメントを書くぐらいだったらコードを書いた方が早いということでもう作ってしまし、ましたというような。 感じのスピード感でやっている、えー、ような時にこういったサービスがやはりほぼ、あの、スタートで言うとただ同然の値段で使えますから、えー、流行ってきているんじゃないかなと思っております、まあ。もちろんエンタープライズ環境での導入はほぼ難しいと思っているんですけれども、まあ、POC とはですね、えー、そういったところではノーコードの環境としては、えー、できるんじゃないでしょうかと思っております。 じゃあですね、そういったトレンドがある Web 業界の中で、なぜ独セルはインフラ構築が必要な OCI に移行したのかできたのか、というあたりをご説明したいと思います。で、まあもちろんですね、オンプレやエアスと比べた場合ですね、開発生産性や変更性の柔軟さっていうのは、あの、向上するんですけれども、維持費の高騰とかサービスごとの制約に縛られるのがサーバーレいわゆるサーバーレス系のサービスとなっています。 もちろんですね、その画面ポチポチしておけば勝手にスケールアウトしてくれたりですが、まあ、あのスケールアップも簡単にはできるんですけれども、えー、一方でやっぱりサービスごとのお作法があって、この範囲でやってるうちにはすごく簡単で、 まあ、プログラマーがポチポチ、あの、SDK のコマンドを叩くだけでえすぐ使えるというところはいいんですけれども、まあ、一方で制約というのが結構ありまして、このですね、えー、ところが問題になってきがちであるというのが、まあ、一つ特徴としてあるかなと思っています。で、逆にですね、まあ、オンプレやイヤーややはどうだかというと、まあ、スケールアウトしにくい、えー、スケールアップはすぐできますけれども、えー、じゃあ、えー、アクセスが今日、いきなり3倍になったから、えー 勝手に3倍増やそうみたいなのって、事前に組んでおかないと難しいので、なかなかそういう構造、特にエンタープライズ分野だとそういった構造はなかなかやってないかなというふうに思うんですけれども、そういう個性になっています。でその代わりコストが一定ですので、まあ、コストの予測がしやすいというところがあると思いますしで、構築がしないといけないのは当然なんですけど、まあ、人間によってですね、手の温かみを加えて構築する範囲が多いんじゃないかなと思っております。 で、えー、じゃあ、それをどう、えー、使い分ければいいかというと、立ち上げ機を超えてですね、まあ、その、サービスの方向性も、大体決まってきた。この方向で行こうと。お客さんもだんだん勝手に増えてきてくれると。えー、ドクセルなんかおかげさまで、ほぼ広告も、あの、打たない状態で、勝手に毎月増えていただいているので、えー、大体伸び率っていうのも予想できるし、アクセスパターンみたいな予想できる。つまり、まあ、本番環境での、 かにも関するデータが集まってきてる状態ですよね。ってなった時に、このサーバーでその柔軟性を活かすよりも、まあコストメリットみたいなのも選んだ方がいいんじゃないかというところが、今回の、まあ、選定理由と、の一つとなっています。ところがですね、えー、これ、クリスション下げたいんですけど、今更マネージドサービスの楽チンさ、安心感から抜け出せないというのが、 もう慣れきってしまうとですね、ええー、あるわけですね。まあもちろんその私は、ええー、もう10年以上前ですけど、下手すると20年近く前なんですけども、まあ、あの、データセンターにラックを組んで、そこに OS をインストールして、みたいな、昔だと CD ロ m の時代の人間なので、えっ、ー、と、やったことはあるんですけれども、そこからどんどんクラウドが出てきて、で、すべてのインフラ構築も高度化していってっていう中で、 えー、OS の保守面倒はさすがに見たくないぞというところが大きくございました。で、じゃあどうしたのかってなったときに、まあ結果的には今回オラクルさんを選定させていただいたという結果になるんですけども、じゃあ他にどういう選択肢があったかというと、もっとコストを下げたいだけで言うと、いわゆるレンタルサーバー業界みたいな。 まあ個人向けもありますけれども VPS とかオンプレとかで専用サーバー1台借りてその中でできないかとかですね。VPS を3台契約してその中でいけないかとか。まああのパッと見見た目のコストは安かったりするんですけれども、まあかなりこう。 構築コストみたいなものとか保守コストみたいなのも考えると意外とその安くならないで、そもそも心もとないサービスが多いので、これで本当に、まあ、法人さんも使うサービスを運用して大丈夫なのかという点でやっぱり心配が残ると。で、もう一つはですね、まあ、あの、三大クラウドがあると思うんですけれども、現行の構成と比べて、まあ、コスト削減効果は見込めないと。で、先ほど、 ご紹介したようないろんなロゴ出てましたけども、今時のパースサービスの組み合わせでいけないかというところは見ていたんですけども、よくよく、まあ価格ラインを見ていくと、まあ HA 構成を組んだりですね、セキュリティとか、商用サービスならではのオプションをつけていくと、実は、メガクラウドと呼ばれるようなクラウドよりも高コストになってくる。まあそれはそうですよね。だって、 この、これらのサービス点、ほとんどが、まあ、メガクラウドの中に構築された、まあ、要は、上物のサービスになってるので、え、もちろん、やるや、安くなることはなく、逆に高くなってしまうというような問題がありました。で、なったときに、えー、え、OCI 環境へ移行しましたと。で、なんでできたかっていうと、あの、OCI もですね、先ほどご説明があったように、マネージドサービスが結構充実しておりまして、 これはいけるんじゃないかなというのを感じたというところが一番大きいポイントとなっています。これが構成なんですけれども、コンテナインスタンスにアプリケーションを動かしておりまして、で、MySQL のマネージドサービスもあります。これも HA 構成で組んでおります。で、レディースのキャッシュもマネージドで動いてくれてるし、もちろんオブジェクトストレージもマネージドです。 で、Q もマネージドで、だからフル,フルでですね、OCI さんがマネージドしてくれているサービス群で、我々はアプリケーションレイヤーだけ気にすればいいですよという状態で構築することができたので、今回決め手になったというのが大きなポイントとなっております。 で、えー、具体的にですね、えっ、ー、と、どういう構成に移行したのかというのがこちらでして、もともと Google クラウドでは、えラウド CDN と Firebase Hosting ススを使っていた CDN を、えー、クラウドフ u d アとバニーネットに変えました。で、えー、内部ネットワークはサーバーレスのところから、まあ、普通の AA ネットワークロードバランサーに変えまして、アプリケーションはクラウドランからコンテナに移す。ストレージは同じようなオブジェクトストレージとし。データベースは、えー、マネージドの MySQL からマネージドの MySQL。 で、キャッシュはもともと使ってなかったんですけども、まあ、講述しますけれども、えー、コストが安くなったので、まあ、レディスを導入します。で、タスクを、えー、え、急に移行しました。ということで、あの、マネージドサービスどっぷりで使っているウェブの我々みたいなものもですね、え、安心して、え、マネージドにどっぷり使ったまま移行をすることができました。 で,えー、ではですね、具体的な、まあ、それぞれの移行をどうやったかっていうお話をさせていただきたいなと思っておるんですけども、まずですね、一番メインになっていくるところは、クラウドランからコンテナインスタンス移行ですね。はい。でそもそも、まあ、一応、クラウドランですね、他社クラウドになりますので、どういうものか簡単にご説明しておこうと思うんですけども、まあ、コンテナイメージとですね、スペックを指定して、まあ、1インスタンスで、例えば80、1インスタンスあたり80リクエストまで受けるよみたいなことを設定しておくと、 勝手にですね、0台からまああの上限を設定したまあ100台で100台で決めたところまでま無限にスケールしてくれるんですね。スケールアウト、あの、増やすこともできますし、勝手に0台まで減らしてくれるっていう、まあ夢の楽チン技術なんですけれども、当然フルマネージドで、デプロイですね、コンテナを設定してデプロイってすると、バージョンごとに個別の URL が出てきて、 まあ、まだ本番に流してない、え、口開けをしてないようなバージョンも専用の UR でテストして、まあ、OK だったら、えー、トラフィックバランサーで、こう、10%20% ずつ割り当てて移行することもできますし、いきなりパチッと切り替えることもできると、えー、いうこともできますし、で、独自ドメインの割り当てとか SSL 発行みたいなのも管理画面上でポチポチするだけで,できますし、まあ、メトリックスとかログエクスプローラーみたいなのも勝手についてくると。もちろん、パーズなので制約もいろいろありまして、 ストレージはマウントできないとかですね。なので、こう、永続化させたかったら、オブジェクトストレージに書き出してくださいねと。えー、先ほど、こう、インスタンスが増えたり減ったりする。えー、最終0台になると言いましたけれども、もちろんコンテナなので、まあ、再起動すれば、えー、元の、え、永続化ストレージがないので、元の状態に戻ってしまう。えー、いうところですと。で、そこで、基本的に8080 80番への HDP 通信のみカですとか、まあ、リクエストサイズは実行時間に制限。例えば、こう、 30メガを超えるリクエストができない。ちょっと今、メガバイト数は人に言いましたけれども、まあ、あとは、60分を超えると実行はできない。えっ、ー、と、普通のリクエストだと5分を超えるものはできないとか、まあ、いろいろ細かい設定がありますと。で、あとは Google 以外の CD の対象が悪いと。ね。まあ、いろいろ制約もあるんですけども、それでも問題なくやってきましたと。 うん、そこで移行先が OCI のコンテナインスタンスになったんですけども、えー、OCI のコンテナインスタンスとはえ何でしょうかと、先ほどのサーバレス製品いろいろ出てたと思うんですけども、クバネテスのエンジンと、えー、クラウドファンクション、えー、OCI のファンクションですね、の間ぐらいの製品となっておりまして、まあ、コンテナをですね、えー、指定するだけで勝手に立ち上がるという意味では、クラウドランにかなり近い、えー、色合いの製品となっております。 AWS さんで言うと、ファゲットとかですかね、ECS よりももうちょっと簡単な感じの製品で、コンテナのクラスターのマネジメントをしなくてでよくって、勝手に実行環境のマネジメントをしてくれて、ユーザー側はですね、コンテナより上のレイヤーだけ気にすればいいよというような製品となっています。 まあなので、我々のようなですね、えっと、インフラの管理をできるだけマネージャーにしたいっていう人たちに向けては、特にえ向いている製品となっています。で、え、ポイントとしてはですね、えっと、1台のインスタンス、いわゆるその、え、クバレティスとかを立ち上げるときは、コントロールプレーンを用意したりとか、ノードをいくつ立ち上げるとかって、基本的にはクラスターで、え、組むところから始めると思うんですけども、一番大きなポイントとしては、このコンテナインスタンスっていうのは、1台、 一コンテナで立ち上げて、それを使うっていうことができるようになってるんですね。まあ、つまり、こう、マネージドで、こう、何て言うんですかね、えー、SSH ログインできない状態で、えー、コンピュータ、まあ、インスタンスを立てるようなイメージなんですよね。 え、つまり、ま、OS とかミドルの脆弱性とかっていうのをかなり軽減した状態で、積極な状態でアプリケーションの実行だけがしたいっていうようなわがままな要望に応えてくれるのが、この、ま、コンテナインスタンスで、ま、一般的に最初、ま、オラクルの営業さんとですね、話した時って、いや、コンテナインスタンスはもしかすると、なんかこう、柔軟性が足りないから、あのー、 場合によっては本番利用しにくいかもしれませんよっていう、まあエンタープライズとかを想定するときっとそうなんでしょうけど、クラウドランからやってた自分にとっては、え、ほぼ一緒じゃないですかみたいなことを感じまして、でこれは、まあもちろん、まあストレージがマウントできないとか、えー、いろんなスケールしないとか、えー、制約はありつつも、まあスペックに関しては、えー、c i の方が自由に選べますし、えー、リクエストサイズみたいなものの制限が一切ないので、意外とそちらでですね、 あもしかするとコンテナインスタンスの方が自由度が高いんじゃないかっていうぐらいで、えー、検証した結果あ、これでいけるというふうになりました。で、クラウドランからコンテナインスタンスを移行するときに心配したこととその検証結果っていうのがこちらで、まあ、まず1点目ですね。自動でスケールしないと困るのではっていうところ。まあ、固定数のインスタンスで結果問題ありませんよと。2番が異なる環境下で同じように動作を保証できるか。まあ、コンテナと MySQL なので問題。 デプロイがいちいち面倒なのではっていうので、まあ、自前でスクリプトを書いて解決というところになってまして、えー、一つ一つご説明したいと思います、えー。先ほどご説明した通り、クラウドランっていうのは勝手に増えますと。インスタンス数が。アクセスがバーッと来たらいきなり10代とか20代とか立ち上がってくれて、さばいてくれるんですけど、えー、もう3年もやってると大体トラフィック数っていうのはわかりますし、 あの、特定の資料がめちゃくちゃバズってアクセスが集中するってことも、まあ、大体分かるようになってましたと。ってなったら余裕がある台数で固定で立ち上げていても、えー、実はいいんじゃないかというところです。で、スプスもですね、一番右端に書いてるんですけども、まあ、無限にスケールされてもですね、データベースが予算が耐えられなくなると。で、えっと、データベースに関してはもちろん、あの、なかなかですね、アクセスが増えたから勝手に上げましたみたいな、そんな秒単位でアップできるようなものでもありませんし、 えー、なんで、20インスタンス、30インスタンスってなってくると、だんだん DB のコネクションが詰まってくるんですよね。やっぱり、その、まあ、Google さんが考えるような無限スケールみたいなものは、裏側もスパナーみたいな、そのスケール専用のデータベース、あるいは Firestore みたいなものを使って、えー、No SQL で無限にスケールしましょうみたいな構成の時はいいんですけども、裏側を MySQL を選択してる段階で、せいぜいスケールして OK なレベルっていうのは変わってくるんですよね。 となると、まあある程度もう見える、えー、領域なので、実はもうコンテナインスタンスを固定で立ち上げていても、えー、比較的ですね、固定台数で余裕が出る。またはパフォーマンスが上がるので、実はピークの台数よりも結構減らした状態で立ち上げていても余裕で捌けるってことがわかりました。 人はですね、異なる環境がで同じように動作を保証できるかっていうので、コンテナの良さがやっぱり出てきて、先ほどまあクラウドネイティブの話もあったと思うんですけれども、クラウドネイティブ系で動かしている以上は、基本的には同じイメージを提供していれば、もちろんアーキテクチャの違いはありますけれども、同じように動くということが保証されているというところなので、非常に昔に比べてデータセンターの移転といいますか、クラウドベンダーの移転っていうのが、 え、しやすくなったなと思っています。まあ、同じように、MySQL も、え、同じ、マネージドであれば基本的には全部一緒ですし、Redis も同じですし、え、ブジェクトストレージに関しても各社 S3 互換の API っていうのを出してくれてますので、え、非常にですね、えっと、どこで動かしても同じというのは、え、かなりあるんじゃないかなと思っています。で、例えばイメージ、今回ですね、え、お得なインスタンス使いたかったので、ARM でビルドしたりっていう細かな変化があるにせよ、 まあほぼそのまま動いたというのが正直なところです。はい。これがやっぱりコンテナのいいところで、えー、まあ OS のバージョンとかも固定できますし、えー、それ以上のミドルのバージョンとかもインストールしたものも固定できるので、まあその何ですかね、ビルドしてコンテナイメージを作って自分のパソコンで動けば、えー、本番環境でも同じように動くっていうか保証されている。 つまりは別のデータセンターでも同じように動く、別のクラウドベンダーでも同じように動くっていうのがやっぱりコンテナの魅力かなと思っております。ちょっとやっぱコンサルとか入ってるエンタープライズだと、まあ Windows マシンに Java みたいな感じの構成でファイルストレージもめっちゃ使ってますみたいなパターンがあるので、いきなりじゃあ,あの Linux のコンテナにしてくださいっていうとなかなか大変かもしれないんですけども、まあ少なくとも Web をサーバー動かすような え、環境であれば、ほとんどはもうコンテナでうまくいくんじゃないかなと思っております。で、やっぱりその、いつでも再起動すればクリーンになるので、え、セキュリティ的にも向上しますので、え、OS に侵入されたらどうしようみたいなことも考えずに、何かあればもう、ま、何だったら毎日再起動してもいいぐらいですね、え、感覚で使えるというのが大きなポイントかと思います。 ええー、あ、先にここを喋ってしまいました。まあ、細かい挙動に違いありつつも道の同じですと。ええー、オブジェクトストレージなんかは残り後で言いますけれども、まあ99%ぐらい、えー、スムーズにという移行できましたと。で、えっ、ー、と、開発体験としても一緒で、コンテナリポジトリに登録して、えー、ストレージはまあコピーしたりとかですね。えー、標準 UR API みたいなのを公開して、標準環境が 提供されているということは、オープンソースのいろんなツールっていうのがそのまま動く可能性が高いというところが、まあい、いろんな移行しやすいポイントかなと思います。で、まあ、移行しやすいっていうのはですね、逆に、まあ、あの、あの、ラクルさんの前で言うのもあれなんですけども、出ていきやすいっていうポイントでもありますと。あの、出ていきやすいから入りやすいっていうのは絶対あると思っていて、まあ、今後、あの、何かそのもっといいサービスが出たらどうするんだって時も、コンテナと普通の標準の MySQL とか、まあ、オラクデータベースもそうですけど、標準のツールを使ってアプリケーションを構築しておくことで、いつでもですね、より魅力的なクラウド環境に移っていけるっていうのは担保できるんじゃないかなと思っています。で、一行の順番どうしたかというとですね、えっと、これは、あの、すごくエンタープライズの方が、方から見れば雑なかもしれないんですけども、まず MySQL をですね、立ち上げまして、 MySQL、オラクルのデータセンターにある MySQL に Google クラウドのデータセンターから繋ぎに行きましたこれ。これは何のダイレクトコネクトも使わずインターネット経由で繋いでおります。まあもちろん、ね、あの IP 固定みたいな s q l i t を施してますけれども、まあ東京リージョン同士なんで、えっ、ー、とそんなですね、レイテンシが、まあ例えば10ミリセック増えたところで、そんな困ることはないというところでやっておりますと。 で、残りのですね、アプリケーションレイヤーを移行しまして、最終的にですね、落ち着いた挙動を確認して、Q とかですね、キャッシュの部分も移行したと。こういう3段階の構成となっております。まあ、非常にですね、順調にできまして、えっと、まあ、1ヶ月ぐらいで実質作業としてはできたんじゃないかなというところですね。で、まあ、ネットワーク周りが一番、まあ、ポイントとしては、 大きかったかなと思うんですけども、まあ Google Cloud みたいなのってもうサーバレス繊維で固めてましたので、えー、IP アドレスみたいなのが登場するのって CDN にドメインを割り当てるときぐらいなんですよね。で、OCI 移行時にもう、あの、久しぶりにネットワーク設計を、えー、やりましたと。で、えー、まあそういうところで、えっ、ー、と、開発体験として変わったのがどの辺かなというところで、でまあ、マイエスケールに関しては先ほどご説明しましたけれども、 左側のですね、本番公開前の動作確認っていうので、今まではですね、デプロイすると本番にアップされる前に、まず、バージョンごとの URL が発行されてで、それがそのまま、あの、オープンに、えー、アクセスできたんですね。まあ、あの、もちろんセキュリティ制限をかけて、IP 制限とかも。 入るんですけれどもえそれで動作確認して問題なかったらまあ、本番とトラフィックを切り替えるってことができたんですけれどもそれを OCI でどうしようかって悩んだ時にコンテナインスタンスにパブリック IP をつけて同じようにまあ、あの裏側の入り口を入れてそこで動作確認して問題なかったらロードバランサーに加えるというようなえ設定を行いましたでこれらをですね結構管理画面でやるとポチポチやらないといけないけど面倒くさいので えっと、ノード JSSDK を使ったデプロイススクリプトとかバージョン切り替えスクリプトみたいなのを書くことによって、まあ、基本的な本番アップ体験は、えー、Google クラウド時代のものと同じようなことができるようになりました。で、えー、そのデプロイスクリプトをどう書いたかというと、えー、Cloud3 にすべて,て書いてまいりました。まあすべてというのは嘘ですけども、 ま、例えば、え、Node.js の OCSDK を使って、コンテナインスタンスを作成することを書いてください。え、シェイプはこれで、え、コンテナイメージはすでにプライベートレポジトにプッシュしています。こうすると、こう書いてくれるんですね。で、書いてくれるんですけども、まあ、動きませんと。え、クラウド3で、え、コードを書かせると、それっぽいコードが生成される、そのままでは動作しません。で、生成されたメソッドやオブジェクトに、え、リファレンスを調べる。 で、これちょっとオラクルさんまだ呼びにくいです。で、それでも動かないので、Web コンソールの通信をデベロッパーツールで覗いて JSON をコピーすると動く。まあ、こういう流れでですね、えっ、ー、と、例えば新しいコンテナジョンをデプロイしたら、この、そのコンテナの URL 指定して、コンテナインスタンスを2台立ち上げて、まず動作確認。で、動作確認したら、まあ、必要に応じたインスタンス台数まで立ち上げて、一気にロードバランサーを切り替えるみたいなコードを書くことができました。 なので、非常に、まあ、あの、コマンドラインを一つ叩くだけで、えー、デプロイができるというような状況となっております。細かいところで言うと、さっき言ったみたいですね、オブ,オブジェクトストレージの移行は、まあ、ドキュメント読めば簡単にできました。まあ、オーラ君の中の人がですね、いろいろ記事書いていただいてますし、えー、あとは、Q に関してはちょっと苦戦しましたね。あのー、 やっぱり同じ機能があると思いきや、細かい機能っていうのは違いますので、そういったところは、まあ、あと、あの、苦労するポイントがあったかなと思います。例えば、クラウドタスクはプッシュ型の Q サービスなので、あの、まあ、要は、ここの URL 叩いておいてみたいなのを遅延実行してくれるみたいなサービスだったんですけど、プル型の Q ということは、ワーカー側から Q があるか調べて取りに行くっていうような処理が必要なので、まあ、そういった細かい違いはあったので、まあ、実装の手間はありました。 やるとですね、移行の難しかったことがいっぱいあるんですけれども、うん、えっと、一番最初にクレジットカードで登録したペアズ融合アカウントですけね。ちょっと名前間違ったごめんなさい。えー、挙動が謎っていうことですね。例えばその大阪リージョンで申し込んだんですけど、別リージョンが一生かかっても使えないみたいな、えー、ものだったりとか、まあ、OCI 独自の用語がな、クラウドに入っても、まあえー、概念を覚えるのは難しいっていうのはあると思うんですね。で、あと IAM とかも分かりにくかったです。 えー、っていうのが、まあ、これでも、新しいクラウドを使うどこでも苦労するかなというポイントですよね。で、これはですね、今現在も、まあ、改善要望というものなんですけども、えー、まず1点目がですね、S3 互換 API にコルスヘッダーが対応してないって、これ何かというと、まあ、クラウドでですね、例えばこう、1ギガとか2ギガのファイルをオブジェクトストレージにアップするとき、アプリケーションを通すとパフォーマンスが悪くなるので、 えー、いきなりですね、クラウドステージに対して直接アップロードしたいブラウザからっていうことをして、まあ、サインを URL につけてアップロードさせるんですけども、その署名をつけた URL をつけてアップロードするときに、コルスヘッダーっていうのを、えー、許可してくれないとですね、えー、ブラウザからアッ,アップロードできないんですよね。で、それが、えー、S3 互換 API には対応してないので、これは、えー、希望を出しています。 もう一個ですね、弊社のサービスが PHP で動いてたので PH、PHP の SDK がですね、全然ダメで、えっと、バージョンも古いし、まあ、対応サービスもほぼないということで、ちょっと使えませんでした。なんで、自前でえーと API を叩くような書き方をして大変でした。これがですね、Java の方とか、まあ、Python、TypeScript あたりであれば、そんなに苦労はしないかなと思ってます。で、解決がどうしたかというと、営業さんに対して組んでました。で、えっと、オンボーディングの お話もしていただいたし、え、移行サポートのですの、ね、技術的な質問を投げまくったら、まっ、あ、すぐ回答してくれて、え、比較的小規模の弊社でもがっつり入っていただけましたで。しかも前払いアカウントみたいなのがあるんですけど、それに一定額チャージするだけで、あの、特にオンボーディングサポート費用みたいなの取られずにですね、え、受けれたので、これは非常にありがたかったかなと思っています。 まあ、あのー、いろんなサービスあるんですけども、まあ、マーケティングツールとかだとオンボーディングだけで100万かかりますよみたいなツールすごいあるんですけども、えー、おしゃいさんは、まあ、その、えー、何分の1かの費用の前払いチャージするだけで、えー、サポートがついてくれるという非常にありがたいポイントかなと思っております。で、実際に移行期間と効果はどんなものかといいますと、まあ、結果的にタイトルにあると約65%ぐらいですね、クラウドコストが削減できておりますと。 えー、一番大きいのがですね、ネットワークのエグレスフィーが0円、えっ、ー、と、オラクルの場合は10テラバイトまで、えー、無料になっていますので、特にですね、スライド共有サイトって画像とかサムネイルの配信が馬鹿にならないんですよね。一枚一枚は最適化して小さくしていても、まあ、それなりに配信がかかるので、でも10テラバイトあれば余裕で裁けてしまいますので、えー、おかげでここが、 大きな削減ポイントとなっています。で、コンピューティングもですね、まあ無料枠もいくつかありますので、それも含めて安くなりましたし、データベースもですね、HA 構成を組んでいるのになぜか安くなると。スペックアップして値段が下がるという謎の状況が起きておりまして、まあクラウドコストが削減できたと。で、削減できたので、キャッシュに関しても、レディスがですね、入れれば早くなるので、まあこれも導入することができましたと。 で、えっと、あとはですね、最近、まあ、ここに書いてないことで言うと、まあ、もともと資料のホスティングだけだったんですけれども、えー、10TB フリーがあるんだったら動画のホスティングもしてもいいかなということで、現在、こう、新規機能の開発というのを走っております。 であとはですね、まあ、教えに足りないもの、えー、が、まあ、あるんですけれども、えっ、ー、と、便利系機能というのが、まあ、弱いなと思っていて、先ほどの構成でもですね、CDN レイヤーをサドードアパーティーのものを入れてるんですけれども、あのー、なんて言うんですかね、やっぱり Web 系の人間からすると、 まあ、ぽちぽち起動したインスタンスに対して、ドメインと SSL ぐらい管理画面上で割り当ててほしいと思っているんですけれども、まあ、そういった機能がないという点は、まだまだ弱いなと思っております。あとは、まあ、例えば、n の SARS ですとか、えっと、そういったものもなかなか、まあ、あるんでしょうけど、結構エンタープライズを目したものが多くって、Web 系でサクッと、こう、タグを貼るだけで使えるようみたいなものはなかなかないなという印象を受けております。 いいね、SDK と API ドキュメントが弱いなと思っていまして、まあ、CI,、えー、CD を自動化するときとかですね、コードからストレージとか Q を呼び出すの、えー、場合とかですね、まあ、PHP はそもそも SDK がないですし、まあ、その他のですね、Node.js とかを見たんですけれども、まあ、最低限のエグザンプルと、あとは自動生成系の API リファレンスみたいなものがあるにとどまりますので、まあ、なかなかそこの、えー、使いこなすっていうのは、えー、大変そうだなと思いました。 まあ最近はですね、AI がありますので、AI に結構食わせて読み取らせれば結構説明してくれるので、その補助を使えればなんとかなるんですけども、だったら、あの、公式の皆さんがですね、オラクルさんが AI を使ってこの辺を充実してくれると嬉しいなと思います。あとネット上に情報がまだ少ないですね。えっと、とか前とかに、まあ中の人がですね、いろんな情報を書いてくれるんですけれども、あとは検索すると、あの、 SI とかベンダーの方がですね、いろいろ検証記事をアップしてくれてるんですけども、まだまだ他のクラウドに比べると、えー、情報が少ないので、まあ、いいところもあるんですよね。情報が多いからといって、正しい情報があるかは限らなくて、まあ、個人の方がやってみたみたいな、すごくセキュリティに危ないような情報みたいなのが、まあ、散乱している状況と比べるとどっちがいいかというと難しいんですけども、まあ、ないので、えー、困りましたと。 で、まあ、営業さんがついていればですね、あの、一緒に技術担当の方もついてくれるので、何でも聞けるので、そっちで解決するっちゃするんですけれども、えー、そこに対してはもうちょっと増えるといいなと思っております。はい。というわけでですね、えっ、ー、と、全部、あの、喋りました。なので、えっ、ー、と、ご質問があればですね、この後受け付けたいと思います。じゃあ、ご質問ちょっとまとめる前にですね、ちょっと最後宣伝だけしたいなと思っていて、 先ほどのですね、今回移行したドクセルというサービスですね、技術的なスライドを掲載するのに、まあ、他社のですねスライド、海外のスライドシェアとかスピーカーデックみたいなサービスに比べると、後発に出てますので、えっと、スライドの中のですね、リンクがクリックできるので、詳しくはこちらを参照みたいな、で、リファレンスがある技術資料にぴったりなスライド共有サイトとなっていますので、広告もほぼないですし、ぜひご利用いただきたいなと思っているのと、 とですね、その他のスライド系サービスいろいろやってまして、まあこちらは提携なんですけども、実はこの資料っていうのをですね、AI で結構サポートを受けて作ってまして、AI で資料が作れるいるシルっていうサービスですとか、あとはですね、こういったサービスのスライドを社内でたくさん共有して、資料と動画をホスティングできるみたいなサービスも今エンタープライズ向けで、まああの、前者のですね、ストレージが なかなかこう、小回りがきかない、外に出すと、上質の許可をいちいち得る必要があるみたいな大変なところで、まあ、カタログ配ったりとか、商品性説明資料みたいなの配ったりみたいなので、ご活用いただいてますので、えー、これらもご活用いただければと思います。じゃあ、こんな感じで Q&A があればと思いますが、皆様、いかがでしょうか。えっと、私の方から、じゃちょっと、せっかくなのであるんですけれども、<laughs> よろしくお願いします。あの 以前聞かせていただいている内容ではあるんですが、多少あのインタビューの過程で聞かせていただいているんですが、今日の内容では少しかしっていたかなというところがありまして、えー、お伺いしたいんですけれども、その移行の期間についてなんですけれども、あのー、3段階で先,先ほどやられているというのを分かりやすくご説明していただきましたと、前最初にマイスケールやっているところなんですけれども、あのあたりでトータルで、 どれぐらい、その、時間を使ってやったのかっていうのが一つ参考になるかなと思うんで、お話しいただけますでしょうか。あの、移行期間でいうと、エンジニアが他の案件を抱えながら、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっとっていうところですね。連休とかもあったので、なので、まあ、非常に短い期間で移行できたかなと思います。実質、その、サービス停止を伴う移行みたいなのは、 えー、さっきの1,2,3段階の、えー、1と2で止めましたので、まあ、その3時間の停止を2回伴うぐらいで移行できたって感じです。何タイム6時間ぐらいってことですか、ね、?6 時間ぐらいです。はい。その1ヶ月っていうのはフルに活動してたわけではなくてではないです。いですね、はい。なんで実際の作業時間で言うと、その、まあ、2、30時間ぐらいで、 あの、移行したんじゃないかなと思います。なんで、2日で言うと1週間かからないぐらいの実作業かなってます。はい。ねはい、はい。で、それはあの説明にも既にあった通り、コンテナでやはり作られてるというところと、はい、あの、標準的なツールっていう表現されてたと思うんですが、はい、マイスケールでデータをやっていてっていうところもあって、はい、コーンとこういけたっていうようなところですね。おっしゃる通りです。はい。 あのー、特にその今なんかウェブアプリケーションフレームワークがあるので、まあ、ストレージなんかもですね、そのドライバーの環境変数に、そのオラクルのストレージ、オブジェクトストレージのエンドポイントですとか、まあ、API 機発行したものをセットするだけで、まあ、コードの変更なしで動きましたので、そういったところは標準化の恩恵を受けてるなと思いました。 ありがとうございます。では、質問、えー、と2問ほど来てるので、回答いただきたいと思います。私の方で読み上げますので、回答お願いいたします。はい、1>, えと1つ目がですね、<あ> OCI 以外にも値段など安いクラウド、かっこ中華系があると思いますが、選択肢には入りませんでしたか、はいえー、選択肢には入りましたが、えーと、たまたまちょっと1個目、まあ、どちらとは言いませんが、えー、と試したときに体験が非常に悪くてですね、 例えばその、テ価で出ていてすごく安いクラウド料金が出ているんですけれども、えー、その料金を申し込むと、まあ、なんていうんですかね、向こうはやっぱり EC をモチーフにしたような価格体験になっていて、今だとこれが安いですよ、みたいな感じで申し込んで使ってみたときにですね、やっぱりクラウドを課金するときのクレジットカードエラーが 金発したりですとか、購入できたって出てるのにできてなかったりですとか、まあそういったところがあって、ちょっと開発体験が悪かったので、そのコンソールの安定性の良さっていうところで、ちょっと今じゃないなというのを一個見てしまって、まあもう医者さんは検証もせずという感じでした。でユーザー体験、コンソール、まあそうしたところが原因で避けたという。そうですね。すねあの、一個は豊富で、はい、例えばその、 えー、私が絡んだところで言うと、音声ストリーミング、ビデオストリーミングみたいなものを充実していたりとか、あの、チャットエンジンみたいなのがあったりとか、すごく機能としては充実してたんですけども、それらを動かすための、こう、なんですかね、開発者コンソールの、まあ、非常にこう、難解さみたいなところがあって、できなかった。まあ、オルクルの場合は、 かなりですね、えっ、ー、と、シンプル。良くも悪くもシンプルなので、まあ、その、一通り全ページ見るのも苦じゃないなというような感じがしました。はい。ありがとうございます。これでご選択いただいたということで。はい。はい、ありがとうございました。で、もう一つ、えー、回答いただけますでしょうか。えー、質問読み上げます。うん、アーマーアキテクチャーへの対応は移行前からもともと対応されていたのでしょうか しませんでした。これが動くかなと思って、試しにベルトしたら動いたから使ったっていう感じなんですよね。あの、もともとは、えっと、うちのコンテナ構成で言うと、まあ、u n t u と PHP と、あとはまあ、えっと、ウェブサーバーがちょっと時期によりいろんな3種類ぐらい試してたんですけども、えー、そういったものと、あとはコンテナの中では、えっと、資料の変換エンジンみたいなものはいくつかのオープンソースライブラリを使っていたんですけども、u b u n の、えのー 何ていうんですかねライブラリーはすべて ARM 版が提供されていたので、えー、大丈夫だったっていうのが結果的にはそうなっております。だから一部、えー、うまく動かないミドルウェアもあったと思うんですけども、まあ、ウェブサーバーを動かして、えっ、ー、と、資料を変換するという意味ではたまたま全部動いたというものになります。これがあれですね。お知らせの実際に移行する前にちょっと練習しましたって言ってた部分になります。はい、ありがとうございます。 えっと、アー,マーアーキテクチャのインスタンスも、申し、上げ上では、ビルしてますので、ぜひ、えー、そちらの方のご利用というのもですね、他のユーザーさんもご検討いただきたいと思いました。はい、ね、ありがとうございます。じゃあ、あのー、今度また質問投げようかなと思うんですけども、あのー、手元の X86 マシンでビルドすると、ビルド時間がめちゃくちゃ長いので、あのー、コンテナー、普通のイメージ作るだけだったら、まあ、 1、2分で終わる内容が、アームを入れると多分ん 2, 2、30分下手するとかかるので、まあ、そこはちょっと何か CICD で、えー、アームが使えますとか、何かこうあるんだったら教えてほしいなと今思っております継続して、ちょっとこちらのほ <laughs> うですね、はい、いとサポートしてほしいといはいありがとうございます。はいえー、それではです、ね、質問は以上となりますので、えー、川端様のパートとしては以上となりまして、えー もしこれリアル会場でしたら皆様に拍手をお願いしたいところですので、私の方から。カウさん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい。はい、では、私の方でクロージングの方を担当させていただきます。ますえっと、先日、えー、セミナーご参加いただきましたが、あの冒頭の方で、私の方でクラウドネイティブ サービスジャンルのお話、少し頭出しさせていただきたところにです、ねえー、このクーバーネイテスの話も少し出てきたと思うんですけれども、えー、それのです、ね、ハンズオンセミナーというものを隔月で開催しておりますので、えー、ぜひです、ね、習得されたい方、おえ合う題材に行いますので、えー、次回、えー、9月27日で開催予定となっておりますので、午後半日使ってやりますので、ご興味ある方はぜひ、えー、この日予定を押さえておいていただいて、えー、集客サイトオープン次第 お申し込みいただいて、参加いただきたいと思っております。そのチュートリアル系は、ですねその OK に関してもありますし、ベーシックな IRS であったりとか、データーベースサービスといろいろありますので、通常で公開されてますので、こちらも引き続きご活用いただきたいと思います。あとですね、夕方にやってる開発者向けのセミナーですね、夜7時ぐらいからやってる。 コードナイトというブランドです。いろんなジャンルでやってます。データベースもありますし、APEX であったりとか、あとクラウドネイティブ系ですね、このオラクルクラウドハンガーアップカフェの方で、えー、テクノロジー、オープンソースのテクノロジーであったり、そういったものを中心にですね、扱ってますので、ブロックチェーンとかビッグデータとかもありますので、ご興味のあるものですね、開発者の方、ぜひご参加いただきたいと思っております。はい。ということで、本日のウェビナーとしては以上となります。ご参加ありがとうございました。